ナンバー、i イ、ヒラノシの活躍が止まらない。バラエティ番組への出演やドラマ主演の噂もある。3人揃って地上波登場の噂の真相とは、こんにちは、エンターテインメントファンの皆さん。元キングプリンスのメンバーであるヒラノシさんが、ナンバーアのメンバーとして輝かしい活動を続けています。今回は、その最新の動向にフォーカスし、彼のキャリアに新たな光を当ててみましょう。ヒラノさんは、 キングプリンスを脱退した後、滝沢秀明氏の引きで神宮寺雄太さんと共に新たなグループ、ナンバーアイを結成しました。そして、その活動はまさに注目に値します。今年の1月1日に発表されたファーストデジタルシングルは、キンプリ時代には見られなかった獣のような迫力やコミカルな歌唱で、視聴者を引き込みました。そのミュージックビデオは芸能関係者からも絶賛され、 YouTube の再生回数も急上昇中です。個人の活動においても、平野さんは高級ブランド、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約を果たし、イブ・サンローランのビューティーライン、イブ・サンローランボーテのアジアアンバサダーにも就任しました。これらの美容ファッション系の大企業とのコラボレーションは大きな話題となり、ナンバーアイに対する注目も一気に高まりました。さらに、平野さんはサントリーのジスの CM キャラクターとしても出演し、 その姿は東京渋谷や大阪などで巨大な広告として映し出され、話題となりました。この CM における平野さんのコミカルな演技は、お笑いトリオ、東京ゼロの勝田昭弘さんとの共演も好評で、ファンからは新たな名コンビの誕生を祝う声が寄せられています。そして、サントリーは平野さんの影響力を評価し、アルコール飲料の人気拡大を目指す戦略を展開中。 平野さんの CM 出演により、各地で商品の売り切れが相次いでいるほどの大ヒットとなっています。サントリーは水の CM だけでなく、アルコール飲料にも期待を寄せており、平野さんにかなれの期待を寄せていることが伺えます。平野さんの活動はますます勢いを増しており、今後の展開がますます注目されています。サントリーとの CM 契約に加え、 デジタルハリウッド大学の CM キャラクターにも起用され、一夜限りのスペシャルテレビ CM の放映も決定しています。これにより、平野さんのテレビ進出が一気に解禁され、ファンはその活躍に期待を寄せています。滝沢秀明氏の手腕により、2バイトのメンバーが YouTube や体育トークなどのネット媒体を活用した活動を展開していた中、今回の CM 出演がスタートダッシュとなり、平野さんのテレビ進出が期待されています。 すでに主演ドラマの企画が進行中であり、ドラマ主演の話も浮上しています。これまでジャニーズタレントがドラマに起用されることは難しかったが、平野さんの成功がその風潮を変えつつあるようです。平野さんは24歳にしてすでに多岐にわたる活動で成功を収め、その魅力はますます広がっています。ファンはこれからも彼の新たな挑戦に期待しており、 彼の活動がエンターテインメントシーンに新しい風をもたらしてくれることでしょう。ナンバーアイのメンバーたちもここに様々なプロジェクトに参加しており、今年は彼らにとってさらなる飛躍の年となりそうです。彼らの今後の展開にも期待が高まりますね。